割って穴が開いたよ。こんにちは、アキーラジンです。今から、ドリルの刃を研ぎます。ここ、テーパーでハマってて、こいつを、ここまでテーパーになって、これも同じ角度になって、ガツンとはめ込めば、はまるようになる。これもともと鉄工用の、ドリルを木工用の形に取り出したって。ちょっと、その説明。これが普通の鉄工用のドリル。はいはいはい、これよく見たことある。これはこっからこう切っていくんだけど、これが普通の木工用のドリル。木工用のドリルって回ってまずこのセンターが当たります。センターが当たってこのブレで場所が決まる。センターが決まった後この手引きって言うんだけど、手引きでくるっと一回転すれば丸く切れる。この場所がそれで決まる。でそこでさらって、ここからバーってさらってこっちに傷が開くんだけど、でこれ結構やねんか、2枚刃。はい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 、これ1枚じゃん。手引きも1枚、そこからやねん。手引きが2本とそこからやが2つになるようにしとる。ホワイトアランダムっていう砥石が最高です。だからこれ白いやん。真ん中を切る。これどうですか？仕上げで僕はここも研ぎます。ここがただ三角に残しとくとか、三角のやつをこうずっと入れ続けないといけないわけ、最初の一番そこ。余計な力使うから、ここも刃物になって、ここも切れるようにしてある。これだけで全然変わる。ここね、ここは数回に1回しか研がないから、普段はまだ研がないぐらいだ。このグラインダーの刃、こういう使い方すると危ないから、はいはいはい。じゃあちょっとはめて、来てみる、はい、すごいから、全然違う。黄色が違う。違うね。わって穴が開いたよ。バッセ頑張ります。バッセ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 どう。親父の秋広昇、長男の秋広仁、三男秋広拓の3人で鹿児島で木工をやってます。木工を流行らせたいっていう
テーマでこの YouTube をやっています。木工の技術や情報を共有していきたいと思っていますので、チャンネル登録して次の動画をお待ちください。わっせさようなら。わっせー。もう一回チャンネル登録をよろしくお願いします。なお、けんちゃん号が仕上がってる。けんちゃん号が仕上がってる。やべえ。かっけえ。シリアルナンバーゼロだ。いちか。けんちゃんにプレゼントして。かっけえなー。いつびし。わっせ仕上がってるよ。これ。塗装してあるから、このボディ。